こんにちは、です。本日はメルカリ発送方法が分かりません発送方法は自分で決めてバーコードを見せるだけ大丈夫でしょうかそれとも店員さんが決めることでしょうかというテーマについてお伝えしますそれでは早速いきましょう、はいえー、この動画でこういったようにです、ねえー、疑問点をですね、ぜひ LINE アウトとかいただいていますのでぜひ、ね、こちらの方です、ね、回答させていただきます、えー、この場合なんですけど配送方法はですね、ぜひあの自分で 決めていただくようになりますそれとスマホのバーコードなんですが、これですね、商品を発送するときに利用するようになりますので、まあその、例えば一例なんですが、まずファインマーですね、これはファインポートで利用するようになります。でローソンはロッピーですね、こちら利用してください。セブンイレブンの場合はですね、レジに商品を持っていきまして、バーコードを見せていただければ、そのも発送ですね、の手続きをしてくれますので、 その時にバーコードを利用するようになります。はい、であとですね、えー、商品をしっかり梱包して、まあ、持っていっていただければ問題なく発送できますので、ぜひね、その点を注意していただければいいかと思います。LINE、はいえー、登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレインします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと YouTube が質問です。一切受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。 本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録をお待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。